で、足を緩めるとほら背中がものすごく柔らかくなってるの分かりますか、はい、全然違いますね。全然違うね、はい、最初止まった時とか全然違うね、はい、足の疲れが背中に上がってきてたんじゃないですかっていうのが言えるんですね、はい、料理も仕込みが大事だよもういいってな本当にそう下処理重要みたいな自分の身をもって身をもって実感して、そうですねっていうことが分かるわけですよ、はい、で あとは背中をちょっとしっかりね、今から緩めてもうちょっとだけ下に行きましょう。あ、それで、あ、いいけどね、これぐらいで、はい、大丈夫です。ごめんなさいね。この実はこの骨際ギリギリなところなんですね、はい、まあ、魚でいうアラみたいなところ煮込むといい出してるよ ね, でも人間の体も実はこの骨際ギリギリのところが一番よく凝りやすいようにできてるんですね。あ、そうなんですね。はいはいはい、でそこを今しっかり刺激してるという感じです分かります頭に入ってくるでしょ得意分野で例えられる。そうですね。よかった。そうですね。骨ギア。骨ギア。美味しいからね。そうですね。骨付きガラビの骨ギアギリギリ美味しいからね。やっぱ煮込んであげると美味しいからね。そうですね。ちなみに左側の疲れっていうのは対人関係のストレスです。対人、対人、あの人人か、人、思い当たる人がいればそれ。何人もいますね怖い、怖いよその人が、はい、頭に浮かぶ。そうそうそう、でその人にね言われた心もとない言葉がこの世に溜まっちゃうんですよ。で言葉ってこう耳にこうバーンバーンと当たるので、はい、それが入ってきてこう溜まっていくんですよね。そう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 この脇のところっていうのはリンパ液っていうのがこう流れていくので、リンパ液っていうのは何ですか？下水道です。で、ここはね、押さえていたかった場合っていうのは下水道が詰まって流れないみたいな感じ。で、ブリーザーがもう油だらけになってるって感じですね。なってますね。中井のによく頑張られてますね、お仕事ね。お疲れ様です。ああ。
がね、腕の疲れとか肩甲骨の疲れ、肩こりなんかにもよく効くところですね。で、意外とこいつが凝りすぎると筋肉を引っ張りすぎて腰痛になったりもしたりします。方はもうしっかり足元を着る、はい、今の時期でもちょっと寒いなと思ったらタイツ履くとかね、はい、僕男ですけど、あの移動中に寒いなと思ったら膝掛けしますよ、はい、あ、やっぱ違うんですね、そんなに全然違う。でクーラーとかかかってる車内とか、はい、でもあの何ほら冷房は入れたいけど寒さが出てありますね。わかります。そういう時は上着を着て、でも冷房は回すみたいな。はい、だいぶ違う。そういうところですね。そういうちょっとした心掛けですよ。料理もちょっとした心掛けでしょ。はい、体もそういうことですね。はい、湯船に毎日浸かるとかね。あ、湯船は、はい、この時期はシャワーが多くなっちゃうよね。